高橋美咲は日本の女性モデル、元レースクイーン。埼玉県出身、駒沢大学英米文学科中退。元イースマイル所属で、現在はゴッドフェニックスに所属し、芸名を美咲としている。2011年よりモチュールサーキットレディとして、スーパー GT500 クラスのレースクイーンに就任。前任者だった青山イリスが、 突発性難聴を患って、r 級業を引退したため、同年6月のマレーシアセパン戦から急遽参加。以後2012年、2013年、2014年と、歴代最長の4年間にわたりモチュールのサーキ・ットレディを務める。この間ゴルフ雑誌、ゴルフトゥデイの GT バーディーズに参加したほか、2013年の日本、レースクイーン大賞では、テレビ、東京賞を受賞。 同局で放送されていた深夜バラエティ番組、解禁、バクロナイトにも出演した。2014年、ミスユニバースジャパンに福島県代表として出場。ファイナリストまで進むも3位に終わった。レースクイーン卒業後の2015年は、スーパー耐久で、近藤レーシングのドライバーサポートを務めたほか、東京モーターショーの鈴木ブースにステージモデルとして出演。 同年8月16日に行われた静岡モデルコレクション2015では水着コンテストでグランプリを受賞した。2016年2月26日、八方園にて行われたミス・ブライダルモデルグランプリ2015全国大会に出場したがグランプリ受賞はならなかった。2016年4月1日、自身のブログで5年間所属していた e スマイルを 前月31日付で退所したことを明かした。その後もフリーで芸能活動を継続したが、2017年2月23日、ゴッドフェニックスに移籍、芸名を三崎に改名したことをブログで発表した。2018年12月31日、自身のインスタグラムで同年未明に結婚していたことを表明した。2011スーパー GT インターナショナルシリーズ。 ミレジア2011年6月18日から19日、セパンインターナショナルサーキット、静岡モデルコレクション2015-2015年8月16日、ホテルセンチュリー静岡クリスタルルーム2007から2009レーブリックレースクイーン。ABCD、月間、GTB 通信スピン。今月も新しいメンバーが加わりました。ゴルフトゥデイ2012年1月号。 株式会社さんへ188ページ2020年3月13日閲覧高橋みさき高橋みさきお返事パート6アメーバブログ2014年12月4日閲覧高橋みさきこのアプリ知ってるアメーバブログ2014年12月4日閲覧 ABC 高橋みさき CP とご報告アメーバブログ 2017年3月1日閲覧。矢沢隆則。新人発掘オーディションで特別賞を受賞した二人の意外な共通点とはライブドアモデルコレクション。ライブドア。2020年3月14日閲覧。高橋美咲。ミスユニバースジャパン3位入賞。アメーバブログ。2020年3月13日閲覧。 高橋美咲。やっぱりレースが好き。アメーバブログ。2015年10月25日閲覧。AB 高橋美咲。鈴木ブースでの12日間。アメーバブログ。2020年3月13日閲覧。森下舞子。静岡モデルコレクション2015チケット発売開始。ホットペッパービューティー。グランジュテのブログ。リクルートホールディングス。 2020年3月13日閲覧高橋美咲グランプリアメーバブログ2020年3月13日閲覧高橋美咲ミスブライバル日本大会の結果アメーバブログ2016年2月28日閲覧高橋美咲ご報告ですアメーバブログ2016年4月2日閲覧高橋美咲 2018年も残りわずかとなりました。インスタグラム2021年4月25日閲覧。ハマウズ真ジ愛すべき嫁。ツイッター2021年4月25日閲覧。ハマウズ真ジ嫁がサウナーとしてホーブスデビューしてた嬉しなきの顔。ツイッター2021年4月25日閲覧。高橋美咲。お返事パート6。 アメーバブログ、2020年3月13日閲覧、高橋美咲、新事実発覚アメーバブログ、2014年12月4日閲覧、高橋美咲、ダンス部 OG 会。アメーバブログ、2014年12月4日閲覧、高橋美咲、モモンガがー。アメーバブログ、2014年12月4日閲覧、ももか、お花見。 アメーバブログ、2016年4月2日閲覧。ミサキスオナー、苦しい、もうダメ、食べられない、と言いながら、もつ鍋を代わりして、締めの面まで平らげるメンバーがこちらです。高橋美咲、インスタグラム、2020年3月13日閲覧。森君はハットミサキスオナー、フィンランドサウナアンバサダーに任命されました。高橋美咲、 Instagram 2020年3月13日閲覧。竜、宮城プルプルガールズ、サンタロウシリーズトレンドキャンペーン PR。スポーツ日本。 http://www.sponichi.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュエンターテインメントスラッシュニューススラッシュ2015スラッシュ08スラッシュ05スラッシュ kiji スラッシュ k20150805010875690 ドット html2015 年8月5日閲覧高橋みさ明日から4日間。 パシフィコ横浜で開催される CP に出ます。ツイッター、2020年3月13日閲覧。高橋美咲。おはようございます。CP プラス最終日、ソニーブースステージの最終日は、こんな感じです。ツイッター、2020年3月13日閲覧。ありがとうございます。